こんにちは、マシャギです。新拡張リッチキングの凱旋来ましたね。で、新クラスのデスナイト追加されたんで早速プレイしてみたいと思います。で、今回はレナサルブラッドデスナイトです。心臓打ち2枚、有害な死骸2枚、アスタラーブラッドスウォン1枚、吸血鬼の血2枚、血術師2枚、ソウルブレイカー2枚、ネルビアの大臣2枚、ブラウンブロンズビアード1枚、レナサル大使1枚、窒息2枚、投資の男爵2枚、猛毒スコーピット2枚、ラーコーの先生2枚、死の一撃2枚、デスブリンガーサルファング1枚、血の沸騰2枚、死体爆裂2枚、ノームグレイ2枚、狂乱公爵塩体1枚、アレクサンドロスモグレイン1枚、パッチワーク1枚、ボンガード指揮官2枚、魂の睡魔2枚、デナスリア聖火1枚という構成。これはベリオルデイビッドさんかなが今月レジェンド上位に到達したというレナサルブラッドデスナイトです。で、デッキの特徴は血のルーンのカードを中心としたデスナイトで、デスナイトのカードほとんど新カードですが見ていきますか。まずは1マナ心臓打ち、ミニオン1体に3ダメージを与える。これで対象が死んだら死体を1体獲得する。1マナ1に有害な死骸、おたけび、敵1体と自分のヒロインに2ダメージを与えるアンデッド、アンデッド新クラスで追加されました。そして2マナ2に中立アスタラブラッドスウォン、おたけび、守護者アスタラ1体を自分の手札追加する。マナ渇望4で2ダメージを与える。マナ渇望は4マナになった時にこの効果が追加される。で、コストは2マナのまんまで、でこれ自体はパイロスみたいなカードで、守護者アスタラは5マナ55走行後獲得で、炎の使者アスタラは8マナ88相手に8点ダメージで、マナ渇望10でさらに8点ダメージという性能になって、かなり強い内容になってます。次は2マナ吸血鬼の血、自分の色に体力プラス5を付与する。死体を3体消費してさらに体力を5獲得し、カードを1枚引く。こういう体力増やしまくるのが血のルーンのデスナイトで強い動きだと思います。で、2マナ2、3、血術師、おたけび、死体を1体消費して血のルーンカードを1枚発見する。3マナ3に武器、ソウルブレーカー、自分の色の攻撃でミニオンを倒した後、死体を2体獲得する。3マナ2をネルビアの大臣、中立、おたけび、呪文を1つ発見する。自分の前のターンより後に味方のアンデッドが死んでいた場合、そのコストは2減るアンデッド。で、3マナ窒息、最も攻撃力が高い敵のミニオンを破壊する。3マナ2に投資の男爵、おたけび&断末魔、カードを1枚引くアンデッド。4マナ死の一撃、生命ダッシュ、ミニオン1体に6ダメージを与える。マナ3号デスブリンガーサルファング、挑発弾末魔、これを自分の手札に戻す。それはマナの代わりに体力を消費するアンデッド。5マナ血の沸騰、生命ダッシュ、敵のミニオン全てを汚染する。それらは自分のターンの終了時に2ダメージを受ける影のカード。5マナ死体爆裂、死体を1体爆発させて全てのミニオンに1ダメージを与える。生き残ったミニオンがいたらこれを繰り返す影呪文。6マナ56ノームくらい、挑発生命ダッシュ、自分のターンの終了時最も体力が低い敵を攻撃するアンデッド。7マナ77アレクサンドロスモグレイン、おたけび、この対戦中自分のターンの終了値相手に3ダメージを与えるアンデッド。7マナ46レジェンド、パッチワーク、おたけび、相手の手札とデッキと陣地からミニオン1体ずつをランダムに破壊するアンデッド。8マナ88ボーンガード指揮官、挑発おたけび、死体を6体まで挑発を持つ1人の蘇った歩兵として蘇らせるアンデッド。そして最後は8マナ55魂の睡魔、おたけび、死神を除く全てのミニオンを破壊する。破壊した敵1体につき死体を1体獲得するアンデッドと、割とコントロールできそうな構成になってます。カード紹介長かったように新カードたくさん入ったデスナイトを試してみたいと思います。それではプレイの方どうぞ。お、リッチキング、デスナイトミラーか。リッチキングミラーじゃない。お、ヒロパーからネルビアンは発動すんのか。レナサルミラー、デナスリアス大ヒロイン。まあ、まだ何色かわからんか。やっぱ陶器かもしんない。お、顔叩けんのいいよ。あ、そっか、味方のアンデッドじゃないからダメか。そうか、発動しないんかこれ。困ったね。自分の前のターンより後に味方のアンデッド、まあ、5ターン目なら発動できるか。とりあえず出しとくね。あー、疫病の一撃でいい。3ダメージ。お、出た。生まれ変わったパイロス。お、これと、優秀か、まあいいか。はい、やっぱ お、ダメだ、発動しない。冬の角笛、これカラーだから9マナとか10マナ出せん。パルペラ、
お、これが強いんだよ。俺もこれさっさと引きたいんだけど。ほい、6波めっちゃ溜めてる。とりあえずパッチワークいくか。あっさら、ボンガード式だ。あー、赤か。あとは貪欲な道化師燃えてる。氷河の前進、コスト2減る、一足ここエルビアン。俺も予約のエルビアンいけるんだけど、まあ落ちていくか。実測大爆裂、ジノフットとりあえず発見、墓所の守護者。ルーン関係なくミニオン出せんの、ミニオンにスペルもらうのが強いのか。お、自分のターンの終了時相手に3ダメージ与える。出た。23点いけるわ。これは OK。 もういいか。これ16点だよね。シノフット、これは回復、10点回復。投稿痛い。44、ここ残しとくと回復しちゃうから出て、まあ、これはいいか。プラマイゼロ、これ16点。17点回復。痛い。こっちいっか。40点飲むぐらい。青45点だよね。まあ、これでいくか。大バックで全処理、全処理か。トルブレイカー45点、41点。いや、もう行くか、さすがに。あと4点。あっちは危ない危ない危ない。ノフライ、3点出るがリーサル。よーし、 OK。 危ねギリギリ危なかった。ヘルス増えすぎなんだよな。なんだこの戦い。はい、ドルイド、アーデンウィルドのルナーラだいぶ顔違うけど、どうした。ソルブレーカーいいかな。まあまあ、ちょっと死体貯めたいな。おエナサル、エナサミラー、ランプか、ランプっぽい。いそう。まあ投資の軟尺は、まあ次でいい。怪獣か、やっぱ。手の一撃。6%。
コイン使う必要ないか。あふれちゃん2枚使わんと。パッチワーク、しゃあねえか。ノームぐらい出すしかない。元気で帰れです。ブラン、武器とロッパ、必要。お肉しよう。よった、シラッパがおった。やりたい放題じゃん。まあ次全処理できるから血の沸騰はしとくか。ほい、終わったよ。アレクサンドロ・モグレイン来たな。しかも急所を焚き火弾末魔。元気ブロッコ。いやーもう全力でも1回しかできないが。辛い。地下をマナ加速。キチン室の装甲、装甲めっちゃ張るな。ブランシオーターでいい。デナスリアス何個あげるか。デボーラーエルビンあげるか。はい、エルビアン。おう、アンデッド死んでたっけ。あ、地下をアンデッドか。なになになに、なんか出てきたけど。あ、マナの代わりに装甲を使用するね。はいはい、ハグ君。あ、いいの、さすがにブラン。まあ、デボーラーは OK で、もういいか。デナスリアス、あー早い。まあ今のうちにモグレイン出しとくか。バスルーチーム3点毎ターン使用。合ってる。あんま相手も塩タあるかな。待って、黒かったよね。倒せない。ああ、倒せる。心臓打ち、心臓打ち、ジュアークでいっか。なんだ、次ハギか。ブラン燃えた。またアヌブレカン。種まきを。その証拠、宝珠術。そうか、ありすぎなんだよね。おお、クリプトキーパー。いやー処理がなかなかきついかこれ。ああ、これもいいの。出してくれね。
いやーきつい。ブラン盗んどいてよかったな。おお、これブランかなりきついからな。タッチアップの上でいけたかな。16点。5点吸ってくれた。実に素晴らしい標本。やっぱ、そう、もう一回来る。はい、なんか変な間があって怖いな、これ。バグってそう、バグってそうな感じがする。演出消えてんのかな、なんか。はい、10か。あと5枚。地下を。6個。だな。まあ、まずはスターだ。でなすりやすい。はい、ドン。あと 1,2,3,5 枚。デッキ含めて5枚。いやーマジきつい。マジか。それどうしようもないな。お、死体爆裂。第27引きます。マジご不都合なんだけど。不都合。ここで死体の使い道あったな。よし。OKOK。 呪文発見かなり強いね、デスナイトね。ブールも狭いし。 OK。はい、ということで、レナサルブラッドデスナイトでした。新カード、大体使えたんで良かったと思います。まあ、中でも強かったのは、中立だけど、アスタラブラッドストーン。これ、ブランと相性いいね。あとは、パッチワークも良かったし、魂のスイマーの除去も強かったね。アレクサンドロスモグレインは、思ったより地味だったな。アグロイヤーはライフ多いからかな、基本的に。で、戦績はこんな感じ。一緒2敗でした。はい、面白かったです。それではご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。